ハインゼンは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、ホルツミンデン軍に属す、町村で、ザムトゲマインでボーデンベルダーポレを構成する、自治体の一つである。ハインゼンは、ベーザーカー上流沿い、ベーザーベルクラントの景観が美しい場所に位置している。この町の長域にあるシュトレンベルクからは、ベーザー側の蛇行がいくつも見られる。周囲にはこの他に、バウル、ビルメレーダー、ベルク、 ホップフェンベルク、ブルーフホルツといった小さな丘陵がある。ベーザーベルクラントで最も高い山であるケーターベルクは遠くなく、シュトレンから見ることができる。二つの主猟地域に分けられる広大な森林がハインゼンに属している。この地域はシュターレ、ベデクセン、ポレ、フンメルゼンに属す森が境界となっている。ハインゼンはポレ、フンメルゼン、シュターレ、フォルスト、 ベデクセンと境を接する。ハインゼンは八百三十二年に悲言付箋として初めて文献に記録されており、後に平原付箋と表記されている。土着の農民のほか、水運、漁業、イカダ流しが何世紀にもわたってこの町を形作ってきた。このことから怒りを描いた紋章が作られた。1889年に射撃クラブが1919 19年に 体操スポーツクラブが創設された。第二次世界大戦では、ハインゼンに小さな軍用飛行場と灯台が設けられた。地域再編に伴い、ハインゼンは1973年1月1日に、ハーメルンイコールピルモント軍から、ホルツミンデン軍に移された。2003年にフォーダーベリンパーソナンファールヘーン戦 EV が設立され、2005年に、 伝統的な水運が再開されている。第二次世界大戦後、ハインゼンは他の田舎の町村と同様に旧ドイツ東部領土からの難民を数多く受け入れねばならなかった。人口のピークは2000年頃であった。1968年から2004年の間にハインゼンの人口は13.9%減少した。住民の平均年齢は41.8歳である。 この街の議会は旧議席からなる。ハインゼンの二つの演劇団、ディー・ビッテンブルガーとジム・ザラビムは2004年秋から演劇の上演を行っている。ディー・ビッテンブルガーは、アーセン・ウンとスピツェンハウブキン、ジェリー・イスト・等でア・インギ・ビルディット・クランケといったコメディを上演している。ジム・ザラビムは、子供のための芝居を上演するとともに、カーニバルや、 もっと多いイベントといった文化イベントを開催してもいる。郷土水運博物館には町の歴史、農業や手工業といった産業文化の発展、古い教会の伝統やこれと結びついた教育が展示されており、ハインゼンにとっての水運の重要性に関する展示は特別なコーナーになされている。リボリウス教会は1300年頃に建設された。 新しい木造の塔が16世紀末に増築され、さらに20世紀に入る前に拡張された。石灰洋は町の最も重要な建造物の一つであり、1999年から2002年に、郷土、文化協会、労働協会、ハインゼン軍港庫協会及びホルツミンデン・ユーゲンベルクスタットの協力の下、ホルツミンデンのカンペギムナジウムの学生によって修復され、 現在は産業文化財として保護されている。ハインゼンで焼成された石灰は、例えば紙壁などに用いられるために、この町からベーザーーを経由して、ブレーメンに運ばれた。かつてハインゼンにはもっと多くの石灰用があったのだが、現在はもう残っていない。何軒かの古い木組建築も保護文化財となっている。この他に、ゼフゲケは千年頃から、 ハインゼンに粉引き小屋を持っている。ビュルステン県辺方面にあるリッケブーヒエは人気のハイキング地である。休憩用のベンチがブナのすぐ前にあり、小径がそこへ通っている。底なし沼、町内の池は伝説によれば底なしであるという。推進を図る実験は失敗に終わった。その流入口では1950年代まで町の 娘たちが選択をしながら街の噂話を交換したり歴史を語り継いだりしていた。ベーザー川沿いにはパン焼き釜、カフェ、ユーフォ道がある。ラスマン・アレクトロブを GMBH は1925年に板金職人モリッツラ・アートマンによってハインゼンに創設された。1952年に息子の電気技師フリードリヒラ・アートマンがこの企業を引き継いだ。 ビルヘルムラ・ートマンは1987年に d ピール・イングにこの会社を移乗し、会社経営を第三者に委ねた。この経営下で工業上の応用による業務領域の拡大がなされ、シムライズの子会社ティジームやオークルハウス GMBH と密接に協力している。この中小企業は30人の従業員を雇用している d ピール・イング ヘルフリード・バッシュ・バウンターネックマン GMBH は1984年に設立された。連邦道 B83 号線はこの町とホルツミンデンやボーデンベルダーとを結んでいる。自転車道 R99 号線はハインゼンを通っており、ハインゼンを含む町の改革期に拡張がなされた。かつての人専用のベーザーガーの渡し船乗り場には2005年から 人と二輪車を乗せるモーター駆動式の渡し船が発着している。この渡し船の運航は4月から10月までである。教会の監査報告書には1588年に10人の児童を要する配膳のキュンスター仕入れについて記録されている。1759年には64人の女子児童と75人の男子児童がこの学校に通っていた。 この場所には新しい建物が建てられ、現在は町のオフィスとして用いられている。1869年には、教会の向かい側に教員宿舎を有する5年生から8年生が学ぶ新しい学校が建てられた。1870年の時点で223人の児童が学校に通っていた。 1912年から1913年にかけて、廃前の西の出口に新しい3つの目の学校が作られた。この学校は現在ハウプト通り8番地にあり、基礎家庭学校として使われている。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。